今回は殺傷戦が廃止されるというので夏休みを使って海苔に行きたいと思います。ってことは1年以上前じゃねえかよ。まあ私は美味しいものたくさん食べれてよかったけどね。てなわけで行ってみましょう。ただいま北海道新幹線を走行中です。新幹線なのかよ。まあ早速朝ごはんで仙台の牛タン弁当を食べれたんだし、朝から重たすぎるだろ。まあ人それぞれなんだし、僕は東京駅で買ったサンドイッチにしたよ。私も東京駅でサンドイッチ買ったんだぜ。で、昼飯は新函館北斗駅で買う予定だよ。ちなみにこの後の予定は、新函館北斗から特急北斗で札幌に行くんだぜ。で、そこから小樽に行くよ。じゃあ UC と使うの、小樽からの帰りはわからんけど札幌からは乗らないんだぜ。そして青函トンネルを抜けて北海道に入ったよ。初上陸なんだぜ。ちなみにハチトタとフランたちは飛行機で来るから札幌で合流予定だよ。まあハチトタは朝に弱いからな。逆に高所恐怖症のあいつがよく飛行機選んだな。まあ内側の席取れたみたいだからね。新函館北斗に到着です。ここからは函館ライナーにも乗れるんだぜ。これね、函館に行くにはこれが便利だね。他にも来こないから道南漁り鉄道とかでも行けるんだぜ。これが乗車列車だね。あれ、この列車のはパンタグラフついてないのね。まあ機動車だからな。大沼公園だね。日本ハムファイターズのマークだね。ちなみにこれは一体何の建物なんだぜ。それはね、よくわからないんだ。おい、それぐらい調べろよ。これは国鉄手宮線の廃線だね。手宮線って何？国鉄手宮線とは南小樽駅と手宮駅を結んでた貨物線なんだぜ。それに北海道初の鉄道でもあるよ。そして運河よりも目当ての小樽市総合博物館に着いたよ。これはおはく33だね。確かおは35の仲間だね。旧型客車は詳しくないけど確か鉄道省の20メートル客車だね。これは全国的に廃棄された DD51 機関車だね。今でもまだ走っているんだぜ。東日本大震災の時の燃料輸送列車の時の立役車だね。その通りだよ。北斗星とかも牽引したんだぜ。車内でのタバコはご遠慮願いますだとさ。今だとありえないわね。それな、これは DD16 機関車だね。軌道が弱いローカル線向けの車両なんだぜ。こっちはキハ56だね。急行用機動車だね。学校休みたいのバレバレだぞ。あ、これ私知ってるわよ。確かキハ80だったわよね。確かそうだったんだぜ。北海道の機動車特急のパイオニアだね。小樽駅に帰ってきたよ。帰りは快速エアポートなんだぜ。UC とね。おはようございます。ただいま朝6時を回ったところです。今から行くのは今年5月に廃止された札沼線の北海道医療大学から新十津川のとこだよね。そうだね。札沼線の残り区間で混まないように一本早い電車で行くよ。あと長い区間乗るから座席取るためなんだぜ。これはウラウスのやつだね。これがキハ40の運転台だね。これが乗車する新十津川行きだよね。国鉄機動車ね。まあエンジンは乾燥されてるだな。やっぱり旅はこういう列車の方がいいわね。余情あふれる車内だね。青いモケットも国鉄らしいんだぜ。新十津川に向けて走り出すんだぜ。そうだね。みんなも興味があったら乗りに来てみてね。もう廃止されてるわ。行ったくても行けなかった人もいるんだぜ。
ありがとうございました。